まあ、16年間待ってたんだから今度は1年ぐらいは待っててくれよっていうね感じだね、うん、プロのコンサートとかどうなのよ、 どうなのよっていうねあるんだけど、そのファンにとってはなんつうの、特に天野くん、うん、そのものを見れた、まあそうだね、ような、うん、まああのずっと応援してくれてる人たちにはそういう意思だけは伝わったのかなと、うん、だからそういう意味ではね、まあ人間天野茂を、うん、人間 NSP を、そうだね、まあ見れた貴重なコンサートだったと思うんだけど、うん、二度とないコンサートだね、うん、きっと。だってあのさよならばって引っ込んで、うん、もうアンコールほら3曲そうだよな、で俺があの、うん、天野もアンコール1曲にしないって言ったら、うんうん、もうやるやる、うん、絶対やるやるとかっつって、そうだよな、うん、えみんなに歌ってもらう、うん、歌うようにすればみんなに歌ってもらうからとかっつって、お俺と中ちゃんじゃないんだ中ちゃん頼むよとかじゃないんだそうそう、みんなに歌ってもらうってあれはもうね、北天野もそうなんだよね、うん、うん、そうなのよ、最初中ちゃんさって言うからさ、うん、頼むよって言うのかと思ったらさみんなに歌わせるからさって言うからおおそうか、でもあの確かに泣いたけど、歌うようにずれ泣いたけど、うんうん、あ歌ってたね、歌ってた歌ってた、うん、うん、もうこの歌ぐらい最後ちゃんと決めないとみたいなぐらいの気持ちでは歌ってたように、うん、あの聞こえたね、うん、うん、そうしゃくりつつだけど、もちろん中ちゃんもフォローしてたけど、うんうん、いやでもやっぱお客さんも歌ってるし、うん、そういう意味ではすごい、まあ、いい雰囲気っていうのかな、熱い、うんうん、こうじわっとくる感じだったねでもあそこまでなっちゃうとこうどっかで冷静になる自分がいたりするじゃん、うんうん、これでどんちょう、どんちょうはないけど、うん、ステージはけて3人で第一声なんて言うのかなみたいなのがあってさもう背中叩いておしまいだったね、なんかね、はい、でも天野があの、ま、手挙げてこうやって叩いて、そうそうそう、あの袖に引っ込んだ時に渋子であるコンサートじゃないよなまあそうなんだけどね、うん、渋子だけじゃなくてどこでもやっちゃいけない、いや、そうだね、うん、やっちゃいけないっていうか、うん、ね、ありがとうございます。それで最後の最後に決めようと思っていたんだよ、アンコールで歌うように連れてでも見ての通り決まりそうにない決まりそうにない、だからみんなで一緒に歌おう、知らなかった、知らないっていう人いるかな、やっぱいるんじゃないですかね、まあ、初めて来た人とかね、うん、何それ何それ、この間あの僕らの音楽で歌った曲だよ、みんなが見てるわけじゃないでしょあ、そうだけどでも いつかのコンサートで聞きたいですよね、最後までちゃんと歌うやつね、そうだね、うん、ね、聞きたいな、最後までちゃんとしたやつ、俺が良くなって復帰してそれからだな、そうだな、な、待っててください、今日は本当にどうもありがとう。
街頭では学生たちがマイクを持って声を上げる。決まりきったように政治の季節、どこかの捨て先流行りのメロディー、歌は世につれ僕は思う。燃え尽きそうな若さにしがみつこうと、いつでも情熱を注ぐのは何でもいいし、どれもこれもが一つの青春で、僕もこうしてギターを持ってラブソングを口ずさむ。歌は世につれ人は誰でも過ぎていった昨日にすがりついてる。いつでも何度かあった自分が嫌になることだって、泣き言だらけの僕の隣に君は笑って座っていてほしい。歌は世につれ僕は誰も思う。足並みを揃えすぎて流れてしまう。いつでもマイケル秀明、どうもありがとう。どうもありがとう。小柳正則、どうもありがとう。丸山天使、ありがとう。平野和人、中村隆之そしてちょっと情けないけど天野茂でした。どうもありがとう。不思議な感じだったね、うん、もうなんか
達成感でぼーっとしてるっていうのとも違うし、なんかね、うん、ああいう風になるべくしてなったコンサートかもしれないね、うん、やってよかったのかねって言われちゃうと困っちゃうけどね。でもやったんだよあれはね。やってしまったからね、うん、やってしまったからっていうか、そう、あんまやるっていう段階で、じゃあそれはもうやるっつうなら、うん、ね、どういう風になろうと、うん、全うするだけだもんね、うん、いやでもある種こう区切りがついたというか、うん、そういう感じはあるかな。そうかもね、うんうん、またなんかこうねえねえ俺らがこうトラウマになっちゃうと嫌だからさ、やっぱ貸しは返してもらわないとな。なあ、うん、あの精神的心臓にしがついてるかもしれない俺の笑いを取りやがって今を返してくれみたいなそう、なんとか気力でね、楽しくやりたいじゃん。本当だよね元気にやってもらって返してもらおう。でもなんか楽しみだね、またレコーディング。そうだね、ね、うん、もちろんコンサートもあの楽しみだけど、うん、またねレコーディングしてなんかこう雰囲気作って、そうだね、コンサートに臨む、うん、その流れが欲しい ね、うん、ね、大事だ ね、そうなんですね。一応ピリオド打てたからね、もうやれなかったらもうこんなスッキリした気分ではいられないよ本当に。まだね退院してそんなに時間経ってないんで、通院してるんだけど、でもだいぶ良くなってるかな。まあ、もうちょっと良くなったらレコーディング始めたいと思ってるけど、ちょっとね気長に直さないとダメみたいなので時間かかるんだよね、これな。だからファンの皆さんに申し訳ないんだけど、もうちょっと待っててほしいというか、まあ、16年間待ってたんだから今度は1年ぐらいは待っててくれよっていうね感じだね、うん。